ではこちらの皮を引いていきます。タラは皮と骨を全部取りますんで、最初からこうやって茹でる前に、皮と骨を取る場合と、茹でてから皮と骨抜いちゃってもどちらでもいいです。身だけを、茹でてその後に、水にさらして、それで繊維だけにしちゃう形なんですね。それに着色と味付けしていくのが、まあ、桜全部最終的なものになります。作ったことないよね。作ったことないですね。食べたこともあんまりないんですよね、桜全部。あ、今の人たちないですかね。ちっちゃい頃すごい食べてた。ちらし寿司とかよくね、ひな祭りの時期なんかとかっていうと桜全部で、もしかしたら名前初めて聞いたかもしれない。あ、そうですか。ヒゲもふわふわですよね。そうですね、ピンク色の初めて聞いたかもしれない。和食では甘くしないやつでぼんぼりとかっていうのね。ぼんぼり、やっぱ最近の人知らないの。意外に知らないかもしれないですね。はい、では骨も取れましたので、こちらの方茹でていきたいと思います。タラはアクを取りながら茹でるんだ。火が入ったらザルにあけて冷ますんだよ。冷めたら水気を切って布巾やさらしで包むんだよ。水をかけながらよく揉むんだよ。身が繊維状になって水も白く濁らなくなれば OK です。ちょっと軽くこのさらしの中でほぐしちゃってください。でもこれ家庭でもできますね。家庭でもできますよ。こんな感じになりますんで。で、タラだと血合いも少ないんでいいんですけどね。血合いのある場合は血合い外した方がいいですね。色がちょっと黒っぽくなっちゃいます。血合いのところだけが。ではこちらの方、先ほどさらして揉んで洗ったタラを入れます。でこちらに味付けていきます。先ほどの、砂糖 30g とお酒とみりんとと塩を一つまみ入れて、あと食紅ですね。食紅で色、意外とちょっとあ、赤いかなと思うくらいでも煎っていくと少し色が薄くなってくるはずなので大丈夫です。でもあまり強くなっちゃうとね、色抜くことはできないんで、足りないとき足すことはできますんで、そのときは足してもらえれば。これで火をつけていきます。今結構濃いですよね。意外に濃いですよね。これが淡くなるんですか。少し淡くなってきますね。ある程度サラサラになるまで煎っていきます。で、あまり強すぎても何です、焦げちゃうので、砂糖が入ってる分だけ焦げやすいです。おお、できた。すごい、すげえ。ふわふわになりますね。一応桜でんぶ、ねえ、桜でんぶできた。